はようございます。ちやこです。今日はね、本当に何もしたくない、もうずっとベッドでゴロゴロして寝ときたい気分です。まあ、最近ちょっとバレエ系の動画が多くて、バレエされてない方ちょっと置いてけぼりになってしまってるかなっていう感じもあるので、バレエダンサーなんですけど、ただの人間でもあるので、ただの人間の一日のルーティンを撮影していきたいと思います。10時からオンラインレッスン生配信があるので、今日も頑張っていきたいと思います。今日は雑談しながらゆるゆると撮影していく感じになりますので、皆さんゆるゆる最後まで見てください。それではただの人間がお送りする一日のルーティン、いってみよう。ああ、起きよう。顔パンパンやな。休日はうちの家族はのんびりでゆっくりと寝ていますので、お母さんがね先ほど起きてきました。最近はですね、いろんなところからワークショップに呼んでいただける機会が多くなってきて、奈良にもうすぐ行かしてもらうんですけども、子供たちからたくさんのね元気をもらって楽しくレッスンさせてもらってます。本当にありがたい。ご依頼いただきましたら全国どこでも行きますので、皆様ぜひぜひご依頼をお待ちしております。メイク道具なくなる時って一気になくなっちゃうよね。なんで一気に買わなあかんくなってしまう。大変大変。ベッドを上げて、よいしょ、よいしょ。で、あっためてここ道のだけ、そうかってレッスン頑張ってきまーす。では、レッスンは期間で踊れないと。ということでレッスン終わりました。朝からねすっきりしました。体動かさなあかんなと思って、みんなで一緒にやろうと思ってレッスンね生配信させてもらったんですけども、楽しんでいただけたようで何よりです。で、今動画の投稿をちやこチャンネルの方は1日おきにしてて、でちやこレッスンチャンネルの方週1本土日のどっちかでね載せれるようにしてるんですけど、やっぱりちょっとこれから一人公演ももうすぐねありますし、でその練習にももうちょっと本を仕入れてやっていかなあかんなって思ってるので、ちやこチャンネルの方は週3投稿にしようかなと思ってます。まあ月水金なのか火木どうなのか、それはまあちょっと決めてないんですけど、バレエの方にもちょっと専念していこうかなと思っています。あのバランスボールをね復活させようかなとも思ってるんですけど、もし何かこういうのを話してほしいっていうのがありましたら、ぜひぜひコメント欄に書いてください。ということでお腹すいたのでちょっとご飯食べに行こう。お母さんお腹すいた。いただきます。こんなホットサンドを作ってくれました。ちょっと眠くなったので寝ます。でお母さんとさっきお花見行こうって、お花見っていうかお散歩して桜見に行こうって言ってたんですけど、もう見事に雨が降ってきました。さすが雨女のちやこちゃん。あらあら、はあ、おやすみ。なんだかんだちょっと15分以上寝ちゃいました。こんなねだらだらしてる場合じゃないね。眠っ。はい、それではちょっと起きたので編集します。ヘルネットなんでこんな気持ちいいでしょうね。これね 40% ブルーライトをカットしてくれるメガネ、あの銅入ってないやつなんですけど、これを買いに行った時にパソコン見すぎて編集とかで確かに見えにくくなってたので、だいぶ視力悪くなってるんちゃうかなと思って、ちょっと視力確認してもらえますかって言って、まあ場合によってはちょっと銅付きのメガネとかも買わなあかんのかなって思ってて、その店員さんが銅付きのメガネつけてくださいって言われたことありますかって聞かれて、いやーそれはないです、じゃあまあ測ってみましょうかっていうことで測ってみて、でそしたら普通に全部見えてで店員さんがあのよく見えてますけどねっていうふうにおっしゃってあそうですかって普通に位置は あってめちゃくちゃ目良かったです。はい、ちょっと編集の合間におやつを食べようと思って、今日はねちょっと我慢してたおやつがあるのでそれを食べます。みんなで
宮崎 Vlog でマンゴーマンゴーうるさく言ってたら、あの知り合いの方がご連絡くださって、マンゴーのシャーベット美味しいので食べてください送りますっておっしゃってくださって、こちらのフルーツモンキー手塚山というところのアイスクリームとシャーベットをね送ってくださいました。しかもねめっちゃいろんな味がある。フルーツモンキー手塚山ってちょっと縁感じひん？サルコちゃんや、サルコちゃんやからちょっと縁を感じます。ちょっと家族でいただきたいと思います。まあ私はもちろんマンゴーなんですけど、ホームランホームランマイルホームランホームランじゃなかったじゃなかった。うわぁ見してよ、お父さん見て。これ何？キウイやった。キウイ好きやねんけど、ちょっとちょうだいなレモン入ってる、すごい。いただきます。おいしいあ、おいしい。おいしい。これ阿蘇の湧き水で作ってはんねんて。結構量入ってるよな。これはソルト。あー、ほんのり塩を感じるな。うんうんうん。キウイ。おいしい。これ塩なの？キウイもおいしい。はい。一緒に夜ご飯を作ります。はいはい。今日のご飯はおかずサラダ。おかずサラダ。野菜をいっぱい食べようということでね。行ってみよう。急な行ってみようやな。違う。違う。サラダができました。私はちょっとオンラインレッスンに行ってきます。レッスン終わったと同時にお母さんが終わったー、ご飯食べようって言ってくれましたので、ちょっと下に降りてご飯を食べたいと思います。お母さんがスープを作ってくれました。オープン。じゃ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 ん。じゃじゃじゃん。あ、美味しそう。何入ってんの？白菜のスープ。白菜のスープ。うん。ちょっと美味しい。美味しい。うん。もうね、お風呂に入るんですけど、お風呂入る前に体感して入ろう。はい、お風呂に入ってきました。今日はね、なんだかんだでなんかダラダラしすぎたな。なんかあったかくなるとやっぱりいろんなところに行きたくなりますよね。今一番行きたいのは沖縄と北海道、端っこに行きたいです。宮崎に行って思ったんですけど、なんか今コロナであんまりなんか関わったらあかんっていう感じなんですけど、でもこういう時だからこそ人と人との触れ合いっていうのもやっぱり大事なんかなっていう感じもありますね。こう触れ合うっていうことがすごいやっぱり人間大事なんやなっていうことが、あの宮崎に行ってすごい感じたことでした。はい、ということで今日はあのただの人間の一日をゆるゆると撮影してみましたので、あのゆるゆる見てもらえてたら嬉しいなと思います。まあちょっとね、動画の更新頻度は下がってしまうかもしれないんですけども、まあ一本一本の質は落とさず、はい、より良いものを作って、はい、皆様に楽しんでいただけるようにね、これからも頑張りますので、どんどんまた YouTube を見てください。まあ本格的にあの練習も頑張って、はい、ちょっと夏までね突っ走っていこうと思います。私はもう今日は全てのことを諦めて寝ます。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。あのこんなゆるゆるとしたあのルーティンだったんですけども、楽しんで見ていただけましたらグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me. Oh.